48歳児の徳徳美穂は、日本の柔道家、行動館柔道球団、大日本部徳会柔道教師、鹿児島県の徳之島出身。鹿児島県立、第二鹿児島中学校時代剣道、柔道に励み、全九州の中学柔道大会を制止その名も、知られる。支持した七校の佐村ラ一郎三段の勧めで、上京し、1906年に行動館に入門。 一日に100本超えるほどの猛稽古を積み上達すると、当時の行動感でも最強を誇り、稽古中に姿勢が崩れることのない強さゆえに、野中の一本過ぎとあだなされ、また、膝つき一本という言葉が生まれた。なお、徳は柔道は相手を投げるためのものであり、受け身が上手くても意味はないと方言し、現に受け身をほとんど稽古しなかったとの語り草がある。 この頃の三船急増や田端翔太郎との名勝負で、全国にその名を轟かせると同時に、行動官の暴れ者としても知られ、当時在京していた空手家の船越義進に対決を申し込んだりもした。1912年、行動官に試合を申し込んできた、当時寄港中のブラジル艦隊の水兵15人を帰り討ちにしたが、これが政治的な問題となり、行動官を破門される。 6年後の1917年に波紋を許された、あとは、林和造など、後進の指導に当たったほか、40歳を超えた、徳自身も全日本選手権に出場し、第1回大会こそ1回戦で、宇ド虎を6段に優勢負けを喫したものの、第3回大会では3位に食い込んだ。地区予選、本大会を含めて、すでに行動間の名物男となっていた徳が、 試合場に上がると会場は大変盛り上がったという。1945年3月10日、東京大空襲により成居。京都の天城町立天城中学校にその功績を称える銅像が存在する。ありがとうございます。